パンダでーす。こういうの着るのちょっと恥ずかしいけど着てみた。着ぐるみ系似合うんだよね 実は。こちらも着替えてきたってパンダのアバターになってる。すごい。お顔に光が欲しい。確かに。でもね、白光し、あ、大丈夫だ。では早速ですが、明日のスケジュールを考えたいと思います。明日は4月7日。4月7日。あ、4の形が変になっちゃった。書き直そう。ノート終わりそうだ。4月7日。4日目？朝何時にしよう。何？すごい。みんな褒めてくれる。嬉しいんだけど。じゃあ9時にしよう。一番最初は今日みたいな感じでも平気ですかね。でもやっぱお昼の時間って混むのかな。でもお昼が見やすかったりしますよね、きっと。ね、お昼いっぱいやってた、メンバー。9時は朝の会議してる。すごっ。9時から朝の会議をなさってるのですね。すごい。あ、イベント参戦中。パンダ、テン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 。まあ、いっか。1234。できた。明日はちょっと多めにしてみました。
ゃん。こんな感じでどうですか？ちょっと多めパターンでやってみようかなって思う。お願いします。あ、ここら辺も短くてもいいのかね。逆にこっち短いでこっちが長いの方がいいのかな。ちょっと待って、一旦これでちょっと後で考え直すかも。なので今度こそちゃんと考えて755に載せます。あ、20分とかの方がいいかも。だって15分であっという間だもんね。じゃあ考え直す。赤ペン先生入る。あ、そっか。そっかそっか。あ、そっか。え、難しくなってきた。考えるのが一気に。後で考えます。21時8分。なんかパンダの歌みたいのないんですか？ないです。ないか。雨の動物園。雨の動物園いいですね。歌ったことないけど。落ちちゃいました。またすいません。でも戻ってきたと思う。復活、ちゃんと復活した。今度こそ雨の動物園なかったわ。残念。パンダソングもないもんね。パン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 の歌。パンジュックラネとパン。歌えない。あんなすごい歌は。森へ行こう。なんで？森だから。パンダパンダ、なんだろう。50完了です。だってありがとうございます。皆さんカウントとか星ありがとうございます。なんだろうね、パンダ。なんか動物系の歌ってないのかな。せっかくだし。ファーストパンダ。ラビットだよ。なんかないかな。走りパンダ、ペンギンだよ。意外にそうか。トイプードルと君の物語だって。え、これし、ちょっと覚えとこう。ポンズと一緒に歌うね。じゃあトイプードルと君の物語。覚えとこう覚えとこう。なんかないかな。パンダとワステ。ごめん違うね。私前君のことが好きだからを切り身のことが好きだからで替え歌してカフェイベントで歌った。でもそれは自分の考えじゃないの。スタッフさんが切り身のことが好きだからで歌えよって言ってきて、いいですねって言って歌った。
しかも初めてのソロイベントでやって、懐かしい。私ペットに君好きを替え歌で歌ってる。どういうこと？キリミちゃんの着ぐるみみたいのをかぶって、そうやった。懐かしい。え、あの時いたよみたいな人いないか。なかなか40人ぐらいしか入れないしね、カフェイベントは。あとキリミちゃんの T シャツ着て、キリミちゃんイベントだった、あれは。どっちかって言ったら、カフェイベント行ったよ。スープ飲んだ。だってスープ、あの餃子スープの会か。懐かしいな。メニューになったりしてもすごい嬉しかった。なんか自分が考えたなんかレシピがメニューにはなんないよって、私が考えたのはなんないよとか思ってたのに、カフェイベントでしますかって言われちゃって、本当嬉しくて。そうだな。エプロンから飛び出した。あ、確かに確かに確かに。エプロン、私のエプロンパンダだった。そういえば、そう、100円ぐらいのエプロンです、あれは。じゃあちょっと動物つながりで、動物つながりと、あと昨日のバッチコイつながりでこの歌を歌いたいと思うけど、この歌は聴く分には大好きなんだけど、一人で歌う曲じゃないと思うんだよね。って言ってるだけでさ、わかりそう何の曲か。
この歌好き。この歌はもともとね、めちゃくちゃチーム系公演、リセット公演をよく見てたから好きだったんですよ。で、そう、さっき話したきりみちゃんの着ぐるみかぶってイベントした時に、初めてのイベントだったから何しようかなって考えてた時に、ペナに福地レナちゃんにウッホウッホやりなよって言われたの。そう、でもこれはちょっと恥ずかしいよってやったんだけど、今できるようになりました。そう、ペナにね、この間ペナと電話した。あ、これこの話したっけ。この間もあと9分。ペナもこの歌好きなんだって。いい歌だもんね。いい歌。あんまりちゃんと、久しぶりにちゃんと歌詞とか見たかも。いいね、これ公園でやってみたい。じゃあ、そうだな、じゃあね、なんだろうな、青い月が見てるからはないんだもんね、きっと。ないかな。じゃあ、わ、いっぱいある。
これにした。待って、これにしようかなって考えてたらさ、君はパンダっていうコメントあったんだけど、面白い。好きだ。ああ、すごい。何度も喧嘩して仲直りしてきた。2番わかんない。グラス面白い。グラスに持ってかれたな。ということで、あ、いい時間になった。グラス大丈夫って面白い。コメント欄でみんなが仲良くなってく。ではランキングを発表します。24位ヒロ、23位アシュ、22位フット、21位サザエボン、20位チャー、19位リョウ、18位シンジッピ、17位マサル、16位赤花のソルティ、15位サンパ、14位リュウジ、13位イソッチ、12位コバ、11位ノリマキ、10位トグンマニアチ、9位ジャン、8位タッチゴール、7位幼いクリーニング、6位ミクニアゼンジロ、5位カズミン、4位イタちゃん、
そして3位がうなぎ犬、2位がユアン台湾、そして1位は47の素敵なロマン飛行さんです。ありがとうございます。ありがとう。明日の予定を考えました。ちょっとね、あ、仮すぎる。こっからまた直しちゃうかもしれないので755に書きます。で、次は11時30分からやります。ぜひ来てください。星も集めてください。あ、スクショね。確かにスクショ。ではスクショどうぞ。はずいな。あ、飛んじゃってる色が。うん、なんかパンダ白黒だから。あ、来た。あ、むずい、飛んじゃうね。カメラこっちか。はずい。いいかな。一時期みんながこのパンダ着てた時はちょっと恥ずかしくて着れなかったんだけど、今になって着てみました。ではでは。あ、でもそっか、さっきちょっといろいろ時間ずらしたからあと 3,4 分ですね。よいしょ。7位、6位まであと。なるほど。順位とかちゃんと見てないな。なんか今日が4、5、6、3日目で1週間なんだよね。これが10日までだから、今日が6だから7、8、9、10、あと4日。早い。なんかもうすぐ真ん中だ。うわ、今みんなやってるじゃん。すごい、この時間帯。おお、なるほど。ね、短いよね。頑張りましょう。じゃあ次は2時間後だ。2時間後に待ってます。755でコメントとかなぞなぞできた人はなぞなぞも待ってます。ありがとう、みんな。では、終わりにします。バイバーイ。